皆様おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。本日は1日の時短ルーティーンを撮影してみました。ご興味のある方はぜひ最後までご覧になってみてください。起きてすぐ朝ごはんを作っていきます。朝ごはんはね、ほんと簡単かつスピーディーに済ませたいなと思うので、前の日とかね、何日かに1回以上と作り置きをして出しています。今日はナスの煮浸しと卵サラダを作りました。はい、でこちらが下味をつけて冷凍しておいた豚肉です。これはね、もうこのまま焼くだけで出来上がるのでよくやってるんですけど、まあちょっとまだ凍ってるんですけど、これをちょっと蓋をして蒸しておくだけですぐにこんな感じでほどけて食べれます。でこれは味も染みやすくてですね、調味料も少なくて済むので結構お気に入りでやっています。はい、で食器洗いなんですけど、結構私溜めちゃって山積みにしちゃうんですね。そうするともうやる気もなくなるので、こうちょっと出た時にこまめにやるようにしています。はい、で洗った食器はですね、食器乾燥機にかけてこうタイマーをセットするだけで1回 2,30 分で完了するので、拭き上げとかするよりかはほんと早く済むと思います。はい、で朝ひなみさんが起きてきてミルクなんですけど、結構ミルクって忙しい時に言われちゃうと結構面倒じゃないですか。なのでこうやって朝作る時とか時間がある時に1日飲む分の作り置きしておきます。もうそろそろねミルクも終わりだと思うので、ここら辺も最後頑張っていきます。いろいろちょっとこれいろいろ透けちゃってモザイクを使わせていただきました。トイレ掃除なんですけど、今まではねトイレ用の雑巾を使って掃除していました。雑巾を洗う時間もいらないし、使ってそのままトイレに流せるのでこちらおすすめです。ニトリで買った99円の流せるクリーンシート24枚入りです。で続いて除菌シートでいろいろ拭き掃除をしていきたいと思います。これ、ね、ちょこちょこ気になるところを除菌シートで拭き取っていくんですけど、これがね溜まってから拭くよりもちょこちょこ拭いてた方が結構時間になるなと思いました。子供たちもね、こうやって一緒に使ってるものなので、結構こぼしたものだったりとか、シミとかがたくさんあるんですけど、そういうのね、すぐこうやってパッと拭くことによって、こびりついたりしないので、後々の掃除がとても楽になりました。あとね、これから寒い時期になってくるので、雑巾や布巾を使うと、手が結構荒れてしまったり、冷たいと思うので、こうさっと除菌シートで拭けると手が荒れる心配もないのでいいかなと思います。これテレビ台がですね、手垢がいっぱいなんです。犯人はね、いつもこの2人でございます。捕まり立ちをするひなみさんと、なんかテレビに映るボールとかを触ろうとするケイシンくんのおかげで、あ、拭いてるそばから犯人がやってきました。こうしてね、ちょっとテレビが映ってたりすると触っちゃうんです。可愛いんだけどね。あとこういう棚の隙間にですね、みんな走り回っているのですぐ埃がたまります。毎日ね綺麗にこまめにやってるわけじゃないんですけど、週に1回2回気になった時に拭き掃除はしています。はい、続いてお昼ご飯も食べ終わりまして、1時ですね。ここで外に干していた洗濯物を取り込んできて畳んでいきます。結構みんなこの時間は自由にわたわたしてますね。私もめんどくさい時なんかは洗濯物はもう放置して後でいいやって夜やったりしてます。はい、でこれをこう洗面所に片付けるものとか人によってこう分けているんですけど、この分けたやつを時短として長女と長男にしまうのを手伝ってもらいます。長男ですね、自分で自分のものはしまってもらうようにしていたら結構時短になりました。はい、あっという間に3時半になりまして、まだ夕飯には早いんですけど、今できることをね下ごしらえとしてやっていこうと思います。でこのじゃがいもをふかす時間なんですけど、最近電子レンジを使いまして10分ぐらい加熱すると結構ふかしたようになります。こうねホクホクに仕上がります。私はこうやってできた時間を使って Amazon プライムで推しを眺めています。最近の推しはヒロアカのデク君と相澤先生です。はい、でまた調理しながら洗い物します。で今日の夕飯はね、一品としてポテトサラダを作ろうと思ったので、これを先に作っていこうと思います。で具材も茹でて人参だったりを入れる方も多いと思うんですけど、
ちょっと面倒なのでもう手間にならないきゅうりと魚肉ソーセージでやりました。美味しいですよね。私はこの2品が大好きです。はい、でそうこうしてる間に電子レンジが終わりました。もうね10分ぐらいやったんですけど結構もうホクホクに仕上がってました。まだ硬いなって時は数分ずつまた電子レンジに入れたりしてます。でこれをねひなみの離乳食も一緒に作りたかったのでちょっと少量この具材を混ぜる前に取り分けておきます。味付けはマヨネーズと塩コショウで最後整える感じです。で離乳食はですね和光堂さんのホワイトソースの素で味付けをしました。これがねひなみが好きなのでこれを作るためについでにポテサラを作ってます。はい完成です。それにしてもね最近暑い、本当に暑いです。子供たちがね汗だくになるので結構エアコンつけるんですけど知らない間に結構ね乾燥しちゃったりするんですよ。ということなんですけど皆さん今現在お肌のお悩みってありませんか？私は結構今お肌に悩んでまして動画見ててもわかると思うんですけど今絶賛肌荒れをしております。実は肌荒れの原因って古い角質や皮脂汚れなどが毛穴に詰まっている場合がとても多いそうです。結構ね私も詰まってるって感じることが多いんですけどその肌荒れを隠そうとしてファンデーション厚塗りしてしまったりあと私もなんですけどコンシーラーを結構塗ってしまったりしがちなんですけどそれって意味がなくて逆効果になってしまいます。ということで本日は前々から気になっていたデュオブラックリペアを使って時短していこうと思います。これねすごいんですよ。たった一つこれたった一つ使うだけなんですけどクレンジングそして洗顔料そして角質ケアあとトリートメントさらにマッサージケアの5つの役割を持っているんです。たった一つでこの5つの役割があるんです。めちゃめちゃすごくないですか？お肌のケアに時間が取れなかったりケアがねちょっとよくわからないって方でもとってもおすすめできるアイテムだと思います。このね短時間でこれを済ませられるんだったら全然子供たちが騒ぎ出す前に終わらせることができますね。いつもこうやって一人でいるとですね後ろからギャーギャーって子供たちが騒いでくるんですけどなかなかねクレンジングとかできても角質ケアだったりスペシャルケアっていうのはなかなかできなくてですねそれができるっていうのがすごくありがたいです。で洗った後はですねこちらぬるま湯で 2,30 回ほど流して完了でございます。はい、ということで時短ルーティンいかがだったでしょうか？初めての撮影だったので緊張したんですけど、まあ、一つでもご参考になったものがあれば私も嬉しいです。でね、先ほどご紹介させていただいたこちらのデュオブラックリペアなんですけども先ほどもご説明させていただいたんですけどこれたった一つでですよ、クレンジング、洗顔料、角質ケア、トリートメント、マッサージケアの5つの役割を持ってます。本当に優秀なアイテムですね。こちらを時短で使わせていただいたんですけど使ってみて本当に時短になってびっくりしました。ワンオペで育児をしているとまあお風呂入った時とか前とかにクレンジングして洗顔はするんですけどどうしてもねちょっと小鼻気になってきたから角質ケアしたいとかマッサージしたいなと思ってもなかなかできないじゃないですか。それがねこれ一つで叶うっていうのは本当ね私的にはものすごく嬉しいです。で実際どうなのってとこだと思うんですけど私は結構お仕事もありこうお客様に角質ケアとか自分でもやったりするんですけど本当それと同じぐらい小鼻がねツルツルに なってます。で今まで結構ザラつきも気になるしブラックヘッドだし皮脂汚れもねすごく溜まってたんですけどもうちょっと使い始めて少し経つんですけど本当にね小鼻がツルツルになりました。旦那からもなんか毛穴綺麗になったねって褒められます。でこのねデュオブラックリペアの特徴なんですけどブラックパウダーと活性炭が角栓をごっそり吸着して毛穴の奥まで大洗浄してくれるものです。このねオイルと馴染んだ皮脂汚れを2種の炭が黒ずみや汚れを吸着してくれます。私みたいにねタンパク汚れや毛穴の汚れ角栓汚れによる毛穴の黒ずみだったり皮脂ザラつき悩みにすごく特化した商品です。私もすごくこのお鼻がねコンプレックスだったのでこういう商品が本当嬉しいです。こう悩んでるところがあるんだけどあんまり時間が取れなくてケアできないとかそういう方にはね本当一番合ってるんじゃないかなと思います。はい、でこちらのデュオブラックリペアなんですけどこの動画の概要欄からだと定期初回限定で単品通常価格の
1980円で購入することができます。私もね他でよく見かけるんですけども、公式からがね一番お得だと思います。商品購入と同時に解約っていうのはできないんですけど、翌日から電話やホームページでできるので安心です。気になる方はぜひ概要欄から購入してみてください。はい、ということで時短ルーティーンとデュオブラックリペアのご紹介をさせていただきました。この動画が少しでもいいなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。